高台に上がって、ナポリの街、見晴らせるところに行きたいなと思って、バメロの丘というところに来ました。そこにあるサンテルモ城です。ここ噂通り、ナポリの街がよく見えるビューポイントでした。ここでお子さんと散歩に来ていた方とちょっと立ち話を始めたんですけれども、いろんなお話を聞かせていただくことになりました。この方はヨットのですね、船長さんなんだそうですね。大型クルーザーです。それでお家にお茶を出すからと言って招待してくださいました。それで、イタリアの方の生活を垣間見るために、一緒にお伺いしました。ホテルのレストランでディナーを取ります。ここも何日間か泊まりましたので、スタッフの方々ともよくお話ができるようになりました。そして料理もなかなか美味しかったんですよ。